皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の国語の漢字の解説動画になります。漢字の読み取りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の読み取りその34。第1問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは望みです。第2問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは求心力です。第3問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは奥です。第4問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは希望です。第5問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは人望です。第6問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは求愛です。第7問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは必要です。第8問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは1です。第9問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは置いてです。第10問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは望むです。第11問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは重要です。第12問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは求人です。第13問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは不要です。第14問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは求めるです。第15問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは要点です。第16問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは配置です。第17問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは気球です。第18問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは要求です。第19問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは放置です。第20問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは行です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。